トドアタイムドットチャンネルの中村です。今回は三浦半島最高峰大楠山に登っていきたいと思います。それではレッツトレッキング。始まりました。今回は大楠山に登るということで、大楠山なんですが何度も登らせていただいております。ロケでは今回で3回目でございます。それでスタートは京急バス前田橋バス停からスタートしておりまして、今前田川遊歩道にいます。こちらの遊歩道、飛び石や足場が整備されているためとても歩きやすく楽しく歩きます。それで今日なんですが8月の下旬でございます。まだ夏の真っ最中でございます。ただ小川のおかげでとてもね涼しく今感じております。それでとてもね水が綺麗なんですよね。透き通ってて癒されます。大楠山なんですが三浦半島の中で最高峰でございまして、標高が242メーターでございます。山頂の展望台からは三浦半島の全景が見渡せて、あとは伊豆半島、富士山だったり、あとは箱根連峰、あとは私の大好きな丹沢山海もよく見えるんですよ。今日なんですがちょっとね曇ってるんでね、期待はできないかもしれないです。ただねすごく眺めがいいことは間違いありません。以前にも紹介いたしましたが、大楠山には5つのハイキングコースがございまして、今使ってる前田橋コース、ロケの時に初めて使った大楠芦名口コース、それと去年の夏に使った衣笠コース、あとはまだ使ったことのない塚山阿部倉コースと湘南国際村コースの5つのコースがございます。それで今回は前田橋コースから登って塚山阿部倉コースで下山していきたいと思います。塚山阿部倉コースは初めて使うので、また新しい大楠山を知れると思うとドキドキワクワクしてきました。それでは行ってきます。今ですね前田川遊歩道が終わって本格的な登りになってきました。こちらの前田橋コース3回ぐらい使ったことがあるんですが、いつも下山の時にしか使ったことがなかったので、今回初めて登りで使わせてもらってます。なので初めて登ってる感じがしてすごく楽しいです。それと今日曇りなんで歩きやすいですね。めちゃくちゃ暑いっていうのはないんでね、すごく歩きやすくて気持ちがいいですね、あとですね先ほどからスズメバチがすごくたくさんいて、こう自分に
こう近づいては離れて近づいては離れてって今繰り返してます。ビビりながら今歩いております。耳元でブーっておーっていうのをね今何回も繰り返してます。蜂にビビってますけどめちゃくちゃ楽しいです。今ですね、もう少しで山頂だと思います。いや今日登り始めてからずっと蜂にまとわりつかれて、蜂だけじゃないです、蛇が2回も出ました。いや多分青大将だと思うんですけど結構大きかったです。最初に出てきた蛇はちっちゃかったんですけど2回目に出てきた蛇は結構大きかったです。いや大楠山でこんなにビビった大楠山はないですね。ビビりまくっております。いや楽しい。今ですね、大楠山山頂手前のもう一つの展望台に着きました。あちらが大楠山山頂の展望台でございます。こちらの展望台からの眺めもいいんですよね。お、油壺が見えますね。それと今日曇りなんですけど、いや本当ついてますね。太陽さんが顔出してきましたよ。晴れてきました。いやめちゃくちゃ嬉しい。それで西側、いや富士山が見えるらしいんですけど、ちょっと今日はさすがに富士山までは見えないですね。あとは江ノ島も見えるらしいです。それで北側、うん、ちょっとわからないですけどすごくいいですね。でそれで東側が先ほどの展望台ですね。それで山頂は多分いつも人がいるので恥ずかしくて多分喋れないと思います。あとですね、時間があともう少しで12時になります。山頂に着いた頃にはちょうど12時ですかね。それでは山頂に着いていい眺めを見た後は山飯にしていきたいと思います。
今ですね、大楠山山頂で山飯をいただいてきました。やっぱり山頂は何人か人がいましたね。大楠山はとても登りやすくて、で山頂からの眺めが本当にいいんで、本当に大人気な山でございます。それで今回の愛妻弁当はまさかの麻婆豆腐丼でございました。いやー、蓋開けたらびっくりしました。もうてっきりスープだと思ってたんですよね。スープとあとちっちゃいケースにおかずだけなんで、絶対に量的に足りないなと思ってたら、開けたら麻婆豆腐丼でした。いや、びっくりした。いやね、それで味の方は最高に美味しかったです。でしかも結構辛かったです。なので山登って汗かいて、麻婆豆腐丼食べて汗かいて、汗かきまくりながら食べてました。美味しかったです。ごちそうです。それで大楠山からの久しぶりの眺望、やっぱ何回訪れてもいいところですね。ただ今日ビューハウスの展望台はちょっと風が強かったんで上まで上がれなかったです。ビューハウスの上からも見れるんですよ。でそこからの眺望、いや本当にもう良かった。何度見ても飽きないです。本当に最高です。ありがとうございます。それではこの後は塚山阿部倉コースなんですが、まだここは通ったことある道です。衣笠コースを使った時にここは歩いたことがあるんですよね。塚山阿部倉コースはもう少し先に行ったとこから始まるので、これからですね、知らない道を使うんでね、ドキドキワクワクしてきました。それでは引き続き行ってきます。今ですね、分岐点に着きました。今大楠山の方から降りてきました。それでまっすぐ行きますと衣笠コースですね。それで左に曲がるコースです。塚山公園ですね。こちらの方に行きます。以前衣笠コースを使った時にずっとここが気になってたんですよね。いやー、いよいよ始まりますね。今ですね、塚山阿部倉コースを使って下山をしております。最初の方は結構な急登でね、下ってって、今は平らな道に出たんですが、いやここ面白いですね。なんか登ってきた前田橋コースよりこう鬱蒼としてこうジャングルみたいですね。また雰囲気が変わってとてもいいです。それと今私の右手の方に小川が流れてますね。水量は少ないんですけど、いやすごい、やっぱ初めてなとこって本当に面白いですね。うん、この先も何があるんですかね。
今ですね、登山道が終わりました。ここからもう一般道に入ってきます。ちなみにあちらは横横線ですね。それでこちらの道、いや初めてだったんで本当面白かったです。結構急登だったんで、上りで行ったら、ね、結構きついと思います。それと途中で石でできた橋だったりと、あとは小川があったり、終始ドキドキワクワクしながら歩かせていただきました。それではこの後は塚山公園の方に向かっていきたいと思います。今ですね、塚山公園の近くまで来ました。ここの道は以前通ったことあるんですよね。去年の6月ぐらいですかね、安心塚駅から塚山公園を抜けて三浦アルプスの畠山を登った時に使わせていただきました。こちら行くと三面不動尊って言って3つの顔があるお地蔵さんがあるんですよね。ただ今回この道は使わないで、まっすぐ行っても塚山公園に行けるらしいので、ここの道はね通ったことないんでね、この道通って塚山公園に行きます。それではあともう少しです。今ですね、塚山公園に着きました。先ほどの登山口から約1時間ぐらいでここに着きましたね。塚山公園のね、港がよく見える場所です。いやすごい、海がよく見えていいですね。初めて来た時は結構ね曇ってたんですよね。ただ今日は曇り予報ですけど、青空が見えて前回よりはよく見えます。いや嬉しいです。それではこの後は JR 田浦駅まで歩いて、今回の大楠山塚山阿部倉コースの登山を終了していきたいと思います。